ネイルドットコムです。今日はですね、こちらのマグネットジェル全色購入しました。今回購入させていただいたマグネットはオミクロンレインボーマグネットみたいなやつだったんですけど、そちら全14色購入させていただきましたので塗っていきたいと思います。今日もしっかりとベースを塗って伸びとかね、そういうのも合わせて見ていきたいと思います。今日はこちら新しく購入をしました、アゲハさんから出ている強力マグネット。以前からね、私が使っているこちらのマグネットよりもより強力なものを用意しました。それでは01番から見ていきます。あー、確かにね、レインボーのマグネットになってます。この辺どう？わかる？レインボーのマグネットが入ってる感じ。一度目は磁石を当てずに硬化します。お、すごい動きがいい。すごくない？02番、こんな感じ。03番、うわ、なんか一気に可愛い感じ。待って、この色めっちゃ綺麗じゃない？03番の綺麗さえぐいんだけど。04番、これも綺麗。05番、これめっちゃ綺麗だよ。ほら、なんかわかる？06番、大人っぽいね。なんかさ、ベースのカラーが濃いんだけど、輝きがレインボーなことによって大人すぎない感じ。07番、08番、かわいい。09番、オレンジ系だ。10番、これ絶対綺麗。11番、
こっちの方が人気出るかも。12番、やっぱ全体的に粘度が高いんだね。なんかこれはイメカワって感じ。13番、最後14番、塗ってみたカラーはこんな感じになっています。皆さんいかがだったでしょうか。私的には商品ページで見た時はそんなにね、なんかレインボー感がなくて、今まで出ていたゴミクロンマグとの違いがよく分からなかったんですけれども、塗ってみて初めて分かったっていうくらい本当に綺麗。レインボーのキラキラ感とかそういったもの、すごく綺麗なので、これからの時期夏とかに使ってあげると可愛いかなっていうのと、あとは淡めのピンクやブルー、紫系のカラーは夢川ネイルなんかには使用することができるなと思うような、とってもねこうふわっとした可愛いカラーでした。そしてアデバさんのマグネットなんですけれども、今まで使ってたやつの私ね、こう2本をまっすぐにして使うことが多かったので、ちょっとね長さが出て使いやすかったんですけれども、今回のは短めだったので、なんかちょっとあと範囲が広いからなのかな、なんかちょっと使いづらく感じました。ただねこれも強力なので、慣れてしまえば絶対そっちの方がいいと思うので、これはねちょっと今後も使い続けて慣れていきたいなというふうに思います。本日使用させていただきました商品、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからぜひぜひご覧になってみてください。はい、じゃあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル .com でした。そういえば髪の毛赤くしました。